こんにちはたたただだいいいまままごご紹介いただきました、えー、と小林でございます、えー、と私はあのここにありますように大学院理学系研究科科学専攻理学部科学科であの小林周といいます、えー、と小林は普通の小林ですけども周、えー、は治めると書いて治めるではなく治むではなくて周と呼びますであの今日はですねあの、まあ、今あの司会の方紹介ありましたように、えー 東京大学公開講座の「無駄をなくす」という総合タイトルの2日目で私はあの薬の無駄をなくすということで「ゴミを出さない薬の製造」というタイトルでお話をさせていただきたいと思っています。であの私所属があの理学部の科学科なのになんで薬なんだということなんですけどもちょっと簡単にその辺の話をあのさせていただきたいと思いますけども。 えっと、私は今から、えっと、約20年19年前に薬学部で、えっと、教鞭を取り始めましたで約薬学部で9年間お世話になりましたので、まあ、その間あの、まあ、薬に関わる研究をずっとやってきたということで、まあ、約10年前ですけれどもあの今の理学部の科学科に移りましたけれどもその後もあの薬のことが忘れられないというわけではないんですけれどもあの忘れられないというわけではないんですけれども 薬の合成に興味を持って、まあ、ずってずと薬をやってきた薬をやってきたってのはちょっと語弊があるであので薬の研究をやってきたということでございます。それであの私たちの研究のモットーというのはここにありますように持続可能な社会サステイナブル・ソサエティに基礎科学として貢献したいんだということで。 私の専門は有機合成化学聞き慣れない言葉かもしれませんけれども人類に役に立つ化学物質を石油とかあるいは天然に存在する有機物質から合成する化学とこのあと少し詳しくお話しいたしますけれどもこれを専門としておりますでその中で有機合成の理想というのは環境に優しい 環境に負荷をかけないものづくりをしたいんだということでこれは例えばグリーンケミストリー緑の化学ですねあるいはこの持続可能なというところから取ってサステイナブルという言葉をつけてグリーンサステイナブルケミストリーこういうような言い方もしますここであの有機合成化学とはというのをもう少し詳しくお話しさせていただきたいと思いますけれども 今も申し上げましたように人類に有用な役に立つ化学物質を石油や天然に存在すすす。るる有機物質から合成する化学です今日の講義では少し基本的に難しいお話はいたしませんけれども少しあの基本的なところもしかしたらあの高校で学ばれたあるいは大学の初めの頃に学ばれたようなことを少しだけ復習させていただきたいと思いまして。 そのの復習のとこころにですねうういうマークをつけました一応あのメモとペンのつもりなんですけれどもここであの復習はですね化学物質とはこれはもうご存知の方は全くあの問題ないんですけどあの元素とか化合物分子を化学反応を起こさせて作るそういうものをまあ化学物質でそれからもう一つここに出てくる有機物質というのは基本的に炭素をですね カーボンをを含む化合物の大部分を指しましまて例えば私たちの体の中にはたくさん糖類がありますそれからアミノ酸がありますそれから DNA がありますこれはみんな炭素からできているですから私たちの体の中というのはこの有機物質だらけなんですねそれから石油なんかも炭素がたくさん入ってますこれも有機物質ですこれがあの復習ですけれども有機合成化学というのはこの化学物質を 作るんだ我々の役に立つ化学物質を作るんだとそれを有機物質から合成すする化学とということになります実はあの有機合成化学というのは私たちの身の回りにたくさんあ,さんあります今日の主題であります医薬品これバファリンが書いてありますけれどもバファリンだけじゃなくてたくさんの薬が実は有機合成化学によって作られてます。 それからポリマー鉱分子ですねここにはペットボトルが書いてありますけれども、まあ、私たちの周りにはポリマーがたくさんあって例えば繊維なんかも含めてそうですけれどもこれもみんな有機合成化学で作られています。それからまあ医薬に関連すると農薬もそうですけれどももうちょっと生活に身近なところでは香料これあの高そうなシャネルの合成化映ってますけれどもこれも有機合成化学で作られています。 さらに線量いろんな線量また、まあ、太陽電池これ有機太陽太陽電池いろんな種類がありますけども有機太陽電池あるいはあの新聞等で有機 EL と光を発する有機 EL というのをよくお聞きになると思われますけどこれも有機合成化学によって作られているものです。今日はその中で、まあ、薬に注目するのはこれはもちろん我々の身近にあって非常に大切なものです。 実はそこに無駄がたくさんあるんだというお話をさせていただきたいと思いますけれどもじゃあその薬の無駄は何か一つは医療費がかかるこれは非常にあの今新聞等でも議論されていますただ残念ながら医療費の無駄に関しては私の専門ではありませんこの後に五十嵐先生が多分非常に素晴らしいこの無駄に関する講義をしていただけると思いますので私はこの 製造の際に出る大きなゴミが非常に無駄なんだとここではその処理に非常にエネルギーがかかって使用とかたくさん出ますこれを何とか解決できないかという研究を私たちがやっておりますのでそれについて今日お話しさせていただきたいというふうに思っていますつまりそれがゴミを出さない薬の製造ということでその製造のことを私たちが今注目しているのがこのフロー合成という方法です フローっていうとう流れですね。ですから流れながら合成するということでちょっとイメージしにくいかもしれませんけれども例えばベルトコンベヤーに部品を載せて次々に車を作っていくというのはテレビ等でご覧になられた方いらっしゃるかもしれませんイメージとしてはそれに近いんですけどもただ車の製造と薬の製造は全然違うのでただ流れながら作っていくということで。 この後詳ししくお話しさせてていいたただきたいと思ってますその前にまず薬の成分のお話をさせていただけかなければいけないんですけれども私たちが服用する薬は例えば錠剤であったりカプセルであったりしますけれどもその中には実はいくつかの成分が含まれていますけれども一番大事なのがこの薬効成分すなわち健康に良い作用を及ぼす物質です。 これが一番大事で、これがあの状態とかカプセルにどのくらいのパーセンテージ含まれているかというのは、それぞれの薬によ,よ,よるんですけども、これがないと基本的に薬は効きません。ですから、一番大事なもので、これをどのようにして手に入れるか、あるいは合成するかということなんですけれども、今の,その,手,の手に入れ方ですけれども、この自然界から取れるものがあります。直接自然界から取ってそれを、 薬にしているものもありますし、自然界から取ったものを原料にして、実際に薬を作っている場合もあります。ただ、ここではいろいろなあの難しい問題がありまして、今日その難しい問題を全部お話しすることはできないんですけれども。一つだけ、あの例を持ってきました。それは、あの、ここにあります。パクリスタ,タキセル。あの薬の名前はタキソールと。 いうものでここにあ,のありますけどもブリストル・マイヤースクイーブというアメリカの会社があの販売しているがんにすごくよく,く効く薬ですがんの特効薬と言っていいと思いますけれども卵巣、まあ、がんとか視床細胞肺がん乳がん胃がん子宮がんなどの治療薬と。であのこのタキソールこれも商品名で言いますけどタキソールの構造がここに書いてあります。これが科学式なんですけども まあ多分これご覧になられてすごい複雑だなというふうにお思いになられるかもしれませんけどこれはあの有機化学のプロの私が見てもこれはすごく複雑だなと思います。じゃあんでこんなものが見つかってきたかということなんですけど実はこれは今からもう40年ぐらい前アメリカでこういうこれは1位という木の一種で。 まあ西洋一これは日本にあまりなくてアメリカにたくさんある木なんですけどもその木の樹皮から抽出されてきました当時アメリカはもう40年ぐらい前なんですけど国を挙げてですねもンン撲滅運動というのをやりましたこれは多大なあの研究費を投入してとにかくがんの特効薬を作るんだとそういう国を挙げてのムーブメントがありましてその時にですねとにかく何でもいいからがんの薬になるかどうか試してみようと。 こういうのをランダムに調べるんでランダムスクリーニングっていうんですけどそのランダムスクリーニングの中でたまたまこの1の木の皮からこれが取れましてこれがすごくがん,がんのいい薬だということが分かったんですところが問題はこの皮からですねたくさん取れないんですね皮からはほんのちょっとしか1本の皮から木の皮からほんのちょっとしか取れないんでその 患者さんに投与する十分なタキソールを投与するためには木のその皮をな何本の木の木皮をどどんどん剥がさななきゃいけないけ基本的にあの木は皮を剥が,す剥がすと枯れてしまいますので結局切ることになるんですけどもこの木はあの苗を植えてからあの1本の木になるのにあの数十年かかるということですから、まあ、切ってしまうとしばらくもうなくなってしまうわけです。 であのとにかくがんを治すんだということでこの滝走路を取るためにあのアメリカで大量のこの西洋一位の木が切られましたでその結果どういうことが起こったかといいますともちろんあのがんの患者さんには良かったんですけれどもいわゆるその森林破壊が起きまして、まあ、環境が破壊されていったと例えば木を大量に切ったんで雨が降ると川に大量に水が流れて洪水が起きてしまうあるいは森林サイクル自体が破壊されてしまうということで。 アメリカの自然保護団体がこの西洋一位を切ることに対して強い反対をしまして実は今はこの西洋一位の木をもう切ることはできませんただこのタキソール自体はすごくそのいい薬なのでじゃあどうしたかと言いますとまあこのようなあの化合物これはジューデアセチルバッカチン3というふうに言いますけれどもこれもまああのすごく複雑な構造なんですけど今度はあの 私どものような有機合成のプロが見ますとあこれはこれがあればこのタキストールは比較的簡単に合成できるなというふうに分かります。で実はこの10デアセチルバッカチン3というのがこの同じ1位なんですけどもこの西洋1位とはちょっと種類の違うこのヨーロッパ1位という木の葉っぱから抽出されてきました。 で幸いなことに、このヨーロッパ一位は落葉樹だったので、葉っぱはまあ一年で生えてくるわけですね。ですから今は、実は西洋一位の葉っぱを集めて。刈り取って、これを抽出して。これから三段階で、まあこのタキソールを作って、これで。今患者さんに投与するタキソールの薬を供給していると、こういう状況です。で。 まあこの比較的複雑な構造の近いようなものを自然界から取ってきてまあ化学合成で薬を作るのを半合成といいう言い方しますただあの葉っぱだから生えてくるからじゃあどんどん取っていいのかというとやっぱり葉っぱを取ると枯れてしまう場合もあるわけで理想的にはですねもうちょっとその簡単に手に入る原料から作りたいというので実はこの。 パチョロールというこういうい構造ですねこれは自然界から植物からたくさん簡単に手に入るんでこれを使原料にして数十段階を経てこのタキソールを作るというこういうのを半合成に対して全合成という言い方をしますけども実はこの合成はもう実験室レベルででは成功してるんですただ大量に作ることができないので、まあ、あのまだ化学合成で完全にタキソールは 合成されてないということなんですけども、まあ、薬の供給と合成には、こういういろんな難しい。あの、問題があります。ただ、ここでポイントになるのが、あの。化学物質の合成ということなんですけど。また、あの、このマークが出てきました。えっ、ー、と、復習ですけれども。化学物質の合成とか、反応ってのは、どういうのだったかということなんですけども。まあ、原料と。まあ、二つの原料をある主薬で。 反応させて結合を作るこれで新しい物質になりますこれが一つの合成で一つの反応です。で次にこれでは終わりではなくて次の段階でこれにさらに原料を加えてこういうものを作ると。さらにはこの A と C のこの部分をつなげて新しい物質を作る化学物質を作るこれが合成で反応です。ただポイントは各段階で まあ、ごみでで廃棄物ですねこれがたくさん出てくるということをちょっと覚えておいてください。これまでの医薬品というのはどういうふうに作られてきたかといいますと、まあ、まさに今の化学反応化学合成を使うわけですけども通常、まあ、これあのフラスコあるいはもう少したくさん作る時は反応釜になりますけどもそこに原料とあるいは溶媒と触媒というのを詰めます。そこで、まあ、反応させる 場合によっては熱をかけて数時間あるいは1日反応させるというようなケースもありますけどもそうするとここに生成物が出てくるわけですただここから生成物を取り出すという操作をしなければいけませんそれを抽出というふうに言いますけども抽出すると確かに総生成物を得ることができるんですけどここで大量の廃棄物ゴミが出てしまいますさらに医薬品を作るには この創世生,生物を組成、生,生物を生成しなければいけません。そこでは上流とか再結晶っていう生成の操作が入るんですけども、またここで大量の廃棄物が出てきてしまいます。そうしてようやく高純度の生成物が得られて、これが一段階なんですね。で、これをさらに別の反応がまあるいは前使った。反応がまだったら、それをきれいに洗浄した後に。 新たにまた原料と溶媒と触媒を入れて反応させて抽出させて生成させるこのサイクルを繰り返していくと通常薬を作るのには回回から10回程度これを繰り返すと最近開発されたハラビンという非常にいい薬があるんですけどもその薬はなんとこの操作を五十数回繰り返す。 五十数回繰り返して要約できるということですので。ここで申し上げたいのは、一つの薬を作るのに大量の廃棄物、ゴミが出る。たくさんの無駄があるということなんです。どのくらいの無駄が出るかと言いますと。わずか小さじ二杯ぐらいの薬を作るのに、ペットボトル二本分以上。これは一キログラムの薬を作るのに、百キログラム以上のゴミが出る。これは無駄になります。 今はこのゴミをきちんと処理して廃棄しなければいけませんので、そこで多大なエネルギーがかかる、あるいはたくさんのその CO2 を排出してしまうと、こういう問題があるわけです。ここでもしこういう過程を省ですね、できたものを次の反応釜に、またできたものを次の反応釜にというふうに次々に展開することができれば、直接次の反応へ送りこと 込むことができればこれは理想的な反応ということができると思いますけれどもそうすれば廃棄物も削減できますしそれだけではなくて時間も短縮されるこういうい操作をしななくくてよくなりますすので時間も短縮されますまた省エネルギー安全低コストになるのでできればこういうルートを通らずにこういうルートで行きたいなというのが一つ理想ではあるわけです。さあここで 少し話を変えますけれども、まあ、薬を含めて化学物質を作る時の作り方というのは大きく分けて2つあります。それがここに書いてあるバッチ法法法ととフロー法という方法ですこれ日本語で言いますとバッチ法は解分法とそれからフローはまあ流通法ですから比較的お分かりになりやすいかと思われますけども。 ただ実はこのバッチ法解分法というのは既に私説明した方法と説明しました先ほど薬を作る製造方法をお話ししましたけれどもそれがまさにバッチ法なんですねすなわち原料を投入して反応がまとうに投入して反応をさせてから取り出して抽出したり生成したり分離したりしてまた次の操作をやるそれに対してこのフロー法というのは 原料を入れるると同時にに生成物がが出てくるここに大きな違いがありますもう一度言いますけどもバッチ法の方解分法の方では原料を入れてから時間が経ってその後に生成物を減るそこで1回の反応が終わるで次に反応やる時はもう一度釜などを洗って全部きれいにしてからもう一度この操作を繰り返すので、まあ、1回2回3回というふうに 回数を経て反応をやるので、まあ、解分法という言い方もされるわけです。それに対してこちらの方は原料を入れると同時に生成物が出てしまう。これはあのあまりいい例かどうか分かりませんけれども、お料理に例えますと、例えば私はあんまり料理は得意じゃないんですけども、もしかしたら間違ってたらあの申し訳ありませんが、例えばカツ丼を作るとします。 何回かカツ丼は作ったことあるんで、あまり間違いないかもしれませんけど。まあ、カツを買ってくるか、自分で揚げるかは、ちょっと、あの。置いておきまして、まあ、カツ丼のカツを切ってですね、そこに。卵と野菜を入れて、あの。ソース、醤油をう、う、まく味付けて。まあ、そこでセットします。それが、この最初の豆乳の部分です。で、いよいよ、それに、あの。鍋に、えー。火をかけてですね。ぐつぐつ煮て。 あの煮込みをするそれがこの反応の部分で,で終わったらあのカツ丼を取り出ししてあのご飯の上に乗せるかお皿の上上にに乗乗せせるるかかお皿ますこれがあの排出の部分ですから申し上げたいのは最初にあの料理のカツ,カツと卵と野菜等は準備しておいて煮てから全部取り出しますね。で鍋はきれいに洗ってもしさらに料理を続けるんならもう一回やるこれがあのまさにバッチョ法なんですね。 じゃあフロー法は料理に例えるとどうかっていうのはこれがちょっと難しいんですけども例えばあのソフトクリームをですねあのコーンかなんかにこうあの頼むとですねこうやってバルブを開いてこうソフトクリームが出てくるのをこうやってグニャグニャグニャとやって一1個出来上がるとソフトクリームを連続的にあの100個作るのはどういうケースで需要があるか分かりませんけどもし作ろうとするとあの次々にこうやっていけばできますね。 でそれと同時にあのアイスクリームの素かなんかを入れておけば入れたと同時に出てくるようなイメージなんで、まあ、それがこの「不老法」だということでご理解いただけたらと思います。今日この「不老法」というのが非常に大事なので少し詳しくお話しいたしましたけどもここでその実は「不老法」というのはあの石油コンビナートなんかでよくもう使われてるんです。例えば、 窒素と水素からアンモニアを作るこれはハーバーフォッシュ法と言いますけれども、これはまさにこのフロー法で水素と窒素を入れるともう同時にアンモニアが出てくるとこういうような合成がされてます。ですからあの比較的簡単な気体の合成の中にはもう使われてるんですけれども、今日の主テーマである医薬品を含む構造が難しいファインケミカルズの合成というのはすべてこっちほぼ100%こっちでやられてるバッチ法でやられてる。 ですから実はあの廃棄物が大量に出てくる方法でやられているということなんです簡単にそのバッチ法とフロー法の比較をここでしておきますとバッチ法というのはもう時間がかかるし場所は取るしゴミがたくさん出るんですけども、まあ、いいところは複雑な化学物質の合成もできるということなんです医薬品はだいたい複雑な構造してますので 逆に言うとこっちじゃなきゃできないということなんですけど実はフロー法はいいところがたくさんあります早いですし、まあ、必要量をオンデマンドで無駄なくできるいわゆるジャストインタイムのトヨタ方式でできるとそれから自動化も可能低コストが実現できるそれから反応容器がコンパクトですから小スペースですねスペースはバッチョに比べると10分の1人ぐらいになるという試算がありますさらに安全性が高くて再現性が高いゴミが少ないと。 いいところだらけなんですけども問題は薬ななななどのの複雑な化合物の合物成は向かない、いいでできないという現実があるわけです。私たちはここを可能にすると、まあ、いいところを今赤くしてるんですけどここが赤くさえなればこっちが圧倒的に良くなるわけですね。ですからこの薬をこの不応法でできないかということを研究テーマにセットいたしました。 ですからバッチ法からフロー法へということになります解分方式から流通方式へということになりますけれども今も申し上げましたようにバッチ法は手間と時間がすごくかかる一度に大量に反応させますので反応によっては例えば釜が暴発したりすると大きな事故につながりかかりませんそれから反応の途中の中間体が 不安定なな場合は長期,長期間保存できないとそれから何よりもう大量のゴミが出てしまうそれに対してこれまではその100%バッチョで行われてきた薬の合成が不老法にできないか。でごく最近このカラムに充填された触媒この後詳しくお話しいたしますけどもそれを使うことによって まあ、薬のフロー合成がはじ初めて実現できたということで残りの時間その部分の話これはあの難しいお話はしませんけれどもまさにあの1年ぐらい前に初めてこの世界で初めて実は薬をあのこういうフロー法で合成できるのはあのまだ世界で私たちのグループだけなんですけれども、まあ、それができたということをこの後お話しさせていただきたいと思います。 であの、またこれが出てきて恐縮なんですけどもこれからあの3枚続けて出てきますのでちょっとあの退屈のないようにお願いしたいと思いますけれどもまず化学反応のパターンというのがあります。化学反応は、これはもうものすごくあの数百の反応があります。けども、実ははパターンは4つしかないんですね。すなわち不加反応痴漢反応転移反応脱離反応。 名前はややこしいんですけど反応自体は簡単でこれは原料が2つくっついて何も出ませんよとくっついて終わりですよとこれが負荷反応。痴漢反応はこれ置き換わるんでこれが置き換わりますよとこの赤いブロモと書いてあるのがこの N に置き換わるよと。で実は置き換わるとまたこれが出てくるんで実は廃棄物になるんですね。で実ははこの反応はあんまりよろしくない 転移反応というのは、単に位置が入れ替わるだけの反応です。それから、脱離反応というのは、こういう分子から水が抜けるので、まあ原子弾を放出すると、実はこのくっつく反応、これを不老法でやるとゴミが出ないというところに気づいたんです。で、幸いなことにですね、あの、たくさんの中であの反応があると今申しましたけど、この負荷型の反応っていうのはすごく多いんです。 これが正確には分かりませんけど6割7割8割ぐらいがこの反応なのでこれを使うといろんな医薬品が合成できるかなということになります。それで、えっと、次の,あのこのマーク今度は触媒です。触媒っていうのは多分あのお気になったと思いますけどもあの定義をすると自らは変化せずに特定の化学化反応の反応速度を速める物質と。 ですから触媒を入れとくと自分はわらないんだけどどんどんあの周りを早くさせるということで触媒を用いるとどういういいことがあるかっていいますと低温で反応が進行するようになるのでまあ熱をかけるエネルギーロスがなくなる大量にやると CO が出なくなるということですけれどもそれからさらに化学修率選択修率がよくなるということでちょっと最初にお話ししました環境に優しい化学 グリーンケミののの観点からも、こここ触媒を使うううとととというのはすごくいいことだといはすす。ごくだになっていますで実は触媒というのはあの化学反応じゃだけじゃなくていろんなところに使われますけどもここでは化学反応の触媒ということでこれ最後の,こ,のこれですけども実はあの触媒の種類というのは大きく分けて2つあります。これはお聞きになった方もいらっしゃると思いますけども均一系触媒というのと不均一系触媒。 こののとというのは触媒が原料と同じ層に存在する少しあの難しい表現かもしれませんけども例えば液体の溶媒があったらそれに溶ける触媒だとこれは同じ液体の層にいるんで溶ける触媒だとこういうふうにお考えいただいたら大体あの間違いないと思います。じゃあ不均一系触媒は液体に入れたら溶けない触媒かその通りです。一般には こういうい体の表面に触媒を貼り付けます。これを端知するという言い方をしますけどもでこの個体の方を単体というふうに言いますけどもこれと反応物は溶媒溶液の方にあるんで固体と液体を反応させるとこういうのを、まあ、不均一系触媒場合によっては気体と液体だったり気体と固体だったりしますけど層が違うものを反応させるのが不均一で層は同じものを気に付けと。 言いますけども特に大事なのはこのののの固体体と液体のものを反応させるそうすると簡単にこちらは反応物の中に触媒が溶けちゃいますので反応が終わっても触媒を取り出すことができないところがこちらはろ過するだけで簡単に固体は除けますので触媒と分離することができるので。 実はこの不均一系触媒を使うと効率もいいですし、まあ、ゴミがが非常に出に出くくなるというこういうううこメリットがありますですから私たちはあのこの触媒を使うことが環境に優しいグリーンケミストリーにかなってますしさらに不均一系触媒触媒の中でも不均一系触媒を使うとさらにゴミが出ない合成ができるかなということを考えましたさあそれでえー、とフロー化学に戻りますけども。 フロー合成というのは反応法としては大きく分けて4つあります。無タタイプ1気質単型タイププ単型今の触媒の話ですね触媒を使う際に均一系触媒を使うパターン不均一系触媒を使うパターンというふうに4つあります。実は私たちはこのタイプ4のですね不均一系触媒を使う例が一番いいんだなということなんですけども。 ちょっと詳しくご説明いたしますけどタイプ1の無触媒の反応というのは原料を先ほどはフラスコとか釜の中で反応させたんですけど今度はこういう管とかあるいはループなんかを使う場合もありますけどそこを通過させるだけで反応させるとこれがタイプ1のフロー合成ですただこの合成法の問題は単に通過させるだけなので まあ、複製生物とか副反応が非常に。複製生物、副反応がき、副反応が起きやすくて、複製生物が取れやすいという問題があります。ですから、後から分離しなきゃいけないので。ここではゴミは出ませんけど、この後に大量のゴミが出てしまうという、無駄が出てしまうという問題があります。それを防ごうとしたのが、あのタイプ二の方法で。これ A. と B. を反応させることを考えますと。この B. をですね、ここに詰め込んでおくんですね、あらかじめ。 そうすると A はあのこの B とどんどん反応するんで反応の効率は確かに良くなりますただお分かりのようにこの B はどんどん消費されていきますのでいつかなくなってしまいますこれが減ってくるとこれに近い形になってしまいますのでまあ、効率がちょっと問題があるそれよりはとにかく触媒を使おうと触媒を使った方が先ほど申しましたように非常に効率がいいので触媒を使うのでこの三番目は 均一系触媒を使うこれがタイプ3ですでこれ確かにあの触媒と一緒に流すので反応は低温で収率よく選択性よく進行するようになりますけど問題はこの触媒を除かなければいけないこの除くのにまた非常にエネルギーロスがあるわけです。それに対してこの私たちが奨励しているこの不均一系触媒を詰めた カラムに通過させた場合は、原料をここに通過させている間に反応します。で、出てきた段階で、これはあの不均一系ですから溶けませんので。反応すると同時にもう同時分離もできてしまう。ですから、先ほどの付加反応を使って。この不均一系触媒を使ったカラムを通せば。触媒の分離もできます。それから不正生物も出てきませんと。 そういういいゴミのない合成ができる,とで,きるんではないいかとううふうに考えましたで、まあ、これがまあ最も理想的で基本的に触媒の寿命が長ければ全然ゴミが出ずにこういう化学合成ができるとそういう可能性があります。じゃあこれをその薬の製造に生かしていこうということでございますけども、まあ、先ほどお見せしましたまず薬の有効成分ですね薬効成分がターゲットになるんですけども。 まあこれはあのあとちょっと詳しくお話しいたしますけどこういうあの化合物を作ろうとこの薬を作ろうということになりましたらこれをどうやって作ろうかという合成計画を立てます。どのような順で合成するかとでこういうあの設計図ができましたらじゃ実際にどんな触媒とかどんな試薬を使ってどんな条件で作ろうかなということを考えます。でそれができるとじゃどんな装置を組んでこれまず実験室レベルでさらにレベルで それを、まあ工業化していくと、こういう過程で、まあ薬が製造されていくということですけれども。今日、あの、一つの例として持ってきましたのが、あの、この。ロリプラムという化合物です。これは、あの、薬の名前ですので、あの。どうでもいいんですけれども、まあ、化学式は、C. 十六、H. 二十一、N. O. 三という形で。こういう構造です。で、あの、このロリプラムというのは、今申しましたように、薬の名前ですけれども。 これはアミノ酸の一種でこれ GABA でギャバという言い方をしますけどもこういう一連のアミノ酸があるその中の一つの化合物です。でその特に今ギャバはすごく注目されているのが脳の中枢に作用する生理活性物質活性物質と薬になりうる化合物で実際この仲間であのロリプラム以外にでもですねこれはあの抗炎症剤なんですけども。 あのこの中までこのギャバの仲間で実際にですからあの例えば脳に効くとアルツハイマーとか脳卒中などにも有望な薬になりうるということで、まあ、今あのそちらの方の研究もやられておりますけどこのロリプラムをターゲット化合物としましまたであの実はロリ,ロリプラムの,あの分子の特徴なんですけれども。 光学活性体という性質がありますこれはちょっとあのこの図だけでは少し分かりにくいんであの左手と右手の関係でお話しさせていただきたいと思いますけど私たち左手と右手がありますけどもこれは基本的にあの重ねるこ,とはできませんこれは重なるんですけどこうじゃなくてこう重ねることはできませんけども左手をですね鏡に映すとちょうど右手にぴったり重なります。 同じように右手を鏡に映すとそれはちょうど左手とぴったり重なりますこういう化合物を光学化生態というふうに言いますですからこれはあのロリプラムなんですけどこれを鏡に映すとちょうどこれになると。この化合物自体は構造式は等しいんですけど立体構造が違うということで実は薬ではこの立体構造がすごく大切で 例えばこちら側の光学活性体だったらこちら側をきちんと作らなければいけませんしもしこちらを作るんでしたら今の場合こちらはいらないんですけどもこれれが混入ししななないいいようにしなければいけばそれはあの実はこれも30年40年前ですけれどもこの薬の光学活性体が混入していたということで非常に大ききな悲劇が起きましたそれはあのサリドマイド事件としてお聞きになった方もいらっしゃると思いますけど。 サリドマイドっていうのはあのこういう化合物でここにあのこういう2つの左手と右手の関係のものがこれ50対50で入っていて当時はこれはドイツで最初にあのドイツで開発された薬なんですけどもこれを分離すする方法がなかったんですねそれでこの混合物として、まあ、あの投与された。 であの私たちの体はですねあの幸いなことに異物がが入ってくるるとそれれを健康でああば代謝すす機能がありますで当時からあのこれを混合物で50対50で投与しても効くのはこっちだなということは分かっていたんですけどもこちらはいらないものを異物として体の外に出てくんで例えば 1g 必要だったらこれ 2g 投与すれば 1グラム効くんで、よしと、そういうふうにされてきたわけです。これは、あの、ドイツだけじゃなくて、その当時は。世界中でそれで良かったんですけども。どういう兵器が、おき、起きたかと申しますと、これは、あの。鎮静作用、睡眠作用、催眠作用があって。妊婦の方がですね、あの、つわりの痛みや、何度、などを、やわら、和らげるために、これを。あの、服用されたんです。で、あの、痛みは、やらい。で、あの。それは良かったんですけども、その妊婦の方が。 産んだお子さんの手足がですね発育しないいわゆるサリドマイゾチが出てしまったとそういう悲劇が起きましたそれは後からわかったんですけども実はこの異物として代謝されるべきこちらがですねそういうその作用をするとそういうまあ毒性があったということがわかったわけですですからここではこの左手と右手が存在するような薬は必ず片側だけを作らなければいけないと いうことですそれであのそれをどうやって作るかというのが有機合成化学では不正合成という言い方をしますでこれは少し難しいんですけども反応させるときに例えばこの化合物だったら左と右から放っておくと左と右から50対50で反応しますんでこれはあの例えば薬と毒だと薬と毒が50対50でできちゃうわけです。 それを不正合成というテクニックを使って片側を遮蔽しますそうするとこちら側だけができるようになるこういう工夫をしますで私たちはあのそのためにですねカルシウムこれは私たちの骨などを構成しているカルシウムですけれどもこれをベースにする触媒を作りましたこれをキラルカルシウム触媒という言いますけれども 普通にやると今言ったように、まあ、例えば薬と毒だと薬ところがこのキラルカルシウム触媒を使いますと欲しい方の薬だけが100でできる毒はできないと、まあ、こういうことができるようになりましてこれをベースに今のロリプラム欲しい方の片方の薬になる方のロリプラムを合成しようとそういう計画を立てました。 であのこれが合成計画ですけどもこのロリプラムはおそらくこれから誘導されるだろうこれまあずっとこう戻っていくわけですけど最終的に市、まあ、役会社から購入できるこういうものを使ってこちらに変換してこれも市役会社から購入できるので購入したものを使ってこれ3段階目の反応をして さらにこここから誘導して最後にこれを作ろうとこれはあの細かい化学反応で少しあの分かりにくいんでもうこういう変換だというふうに化学反応だというふうにお考えいただければいいと思いますけれどもこれをこのフロー合成流れの合成の中でやってしまおうということを考えました。でまずえと1段階目の反応ですけれどもこれはあのこういうちょっと化学式はもう 無視していただいていいと思いますけどこれと原料 A と原料 B からこういう生成物を得るんだとこれをフラスコではなくてこういう流れの中で作ってしまうここに先ほどお話しした不均一系触媒が入っていますで、ここからポンプで原料を送り込んでやるとこれが取れてくるこれが1段階目非常に簡単なのですで、次にこの1段階目の反応を 2段階目の反応につなげます。ここではさっきお話しした不正カルシウム触媒というのを使って不正合成をやるんですけども。ま、これは装置的にはですね。単に先ほどの1段階目のカラムにこの2段階目のカラムをつなげるだけです。このカラムが2つに分かれているのは、あのこれは実験上の都合で、これはあの高音層のサイズがちょうどあのカラムが。 長くするると入らないのででつに分けけてあるだけでこれは一つのカラムだと思って頂い,いていいと思いますけどもこれで段段階目と2段階目目ととが結合されたまいよいよその3段階目の結合ですけどもこれも簡単で化学反応では還元反応水素を使った還元反応という言い方をしますけどまあこういう形でつなげるとここからずっと流れていってまあこれができてしまう。 これで3段階目までいって123と簡単にいったんで4段階目これ最後ですけどもこれもうまくいくだろうと思いましたけどもまあ実際簡単にうまくいく。これは4段階目のをつけると確かにロリプラムが体でられるでもあの実際の流れとしてはそれぞれこの×がポンプなんですけどもここから原料をこういう形でずーっと流してきます。 そうすると最初のクラムカラムで反応してでまたここから原料を合わせて流しますとここで不正合成薬だけが取れましてその後三3段階目の反応そして最後は加水分解なんですけど還元加水分解がテれに行ってここでロリプラムが取れ,取れてくる窯の中で反応させずにこういう一連の流れの中でこういう医薬品の合成ができたということになります。 でここでは途中での生成は一切行わずに最後に得られたものを再結晶することによって完全にきれいなこのローリープランも合成することに成功してます。であのこれはもうあのちょっと化学式なのであの簡単にしますけど実は今の4本のカラムを通過している間に8つの化学反応が起きている。ここれはうういいものががでできててステップ炭炭素と炭素とくっついて ここで触媒が脱離するんで触媒が回転しますこのステップ1,2,3が最初のカラムこの最初のカラムを通過する中で起きますそれから次が左手と右手の薬だけを取る反応で次のステップ5,6が水素で還元されて肝化してこれが取れるとで最後に加水分解でロリプラムが取れるということですから 通常だとあの三つの中間体が単立しなければいけないんですけどそれをせずにまあ八段階で一挙に一気通貫で反応が進行するで実際のあの反応装置はまあこんなようなものでしてだいたい百五十センチかける七十五センチでこれ一つ一つがあの今のカラムです今度は高音速があのちゃんとしてるんで一つのあのカラムこの中にカラムがそれぞれ入ってますですからここから流すと あのこの装置をセットしてあとはスイッチを押すと自動的にここからロリプラムが取れてくるとこういう今合成ができてますですからまままさにもう机の上でで薬が作れるという段階まで来てますであのこれまでのバッチの方法ですと窯を使うとこういう反応がそれぞれいくわけですけど中間体を取ってそこで大量の廃棄物が出ますここでも大量の廃棄物が出ます。 また同じように廃棄物が出てようやくこのロリプラムが取れるということなんですけども不老法でやりますと一挙にまあこれから出てずっとこの流れの中で原料を適宜入れていけば最終的にこのロリプラムが取れるということでまあ途中での生成・管理一切なしということで単に装置に原料を流し込むだけでできるので時間短縮無駄がすごく省けたということになると思います。 で私たちはあの今申しましたねこれが約1年前に成功して今あのこれのスケールアップ等をやってますけども基本的にさまざまな薬がこういうフロー法で合成できるんではないかというふうに考えておりましてぜひ、まあ、それを実現していきたいなというふうに考えてます。そそれれこそがここがのの持続可能な社会に求められていいるる薬の製造法であるということであととう 今あの申し上げましたように薬はほぼ100%これで作られてますけどここにフローケミストリーのイノベーションを起こしてこのフロー合成のことを私たちはインテリジェント型の連続フロープロセスという,うに呼んでますけどもこれを実現したいここでは環境負荷ゴミがなくなって無駄がなくなって安全安心省エネ省スペース省コストが実現できるということでこれこそがあの実はものづくり日本への復活になっていくんんじゃないかと。 と申します。のは、この辺のあのバッチの薬作りというのは、実は10年ぐらい前まで日本のお家芸だったんです。ところが今はどうかと申しますと90%ぐらいが中国インドに行ってしまっています。これはどうしてかって言いますと、中国インドが高い技術を持っているわけではないんです。これはもう単純にコストの問題でして、人件費とかそのスペースの電力の問題等でま、日本は今コストで立ち打ちできなくなってしまっています。ただ、この？ フロープロセスができればこれはもう安価路線にも十分対抗できる技術だというふうに考えてまして実はこのフロー合成には有機合成がもちろん重要ですけどそのほかにも触媒とか合成装置とか分析装置が必要なんですけど実はこれはみんな日本が得意な分野なんですね。ですからこの得意な分野が集まってこのプロセスへのイノベーションを起こせばものづくり日本への回帰それから科学製薬産業の競争力強化につながるんじゃないかと。 でさらにです、ね、まあ、これはあの10年ぐらいの先を目指してあの私たちは微力ですけども基礎科学からコントリビュートしていきたいなと貢献していきたいなと考えてますけどもうちょっと先の2050年ぐらいを考えますと、まあ、さらなるイノベーション今は工場であの窯で作ってます。基本的に薬を釜で作ってますけど不老法にすると小さくなって移動できるんですね。ですから、 トラックでどっかに運んで欲しいところに持ってって作れるそれから電車で運んでもいいと思いますさらにですねあの2050年頃にはあの石油の代わりにですねいろんなあの植物由来あるいは太陽光から得られる原料が取れてくる例えば水素私たちは水素エネルギーに随分注目してまして今もう水素エネルギーで車が走るようになってますけど水素をどこから取ってくるかこれは水から取っていきたいと思ってますこれは太陽光を使ってですねただ 光合成の効率が悪いんで広大ななな土地がなきゃいけないけ多分ブラジルとか今石油が得られてるこう砂漠なんかが候補なんですけどもここから水素とか薬に使う原料をこの今石油を運んでるタンカーに石油の代わりにこういう薬の原料とか水素を積み込んで日本に運んできて薬を製造するんですけどもこういうフロー合成ができるようになったらこの船の中で作ってしまう。船の中に 机の上に乗るぐらいですから船の上に乗せるることができるできすから原料を積み込んで日本に運ぶ間に薬を作ってしまってもうここでは製品を出していくとこんなことも2050年には可能になるんじゃないかそうするとちょっと待てよじゃあ船の上で合成できるんだったら実は日本には海がたくさんあるなってことになります日本は狭い国土ですけど南北に非常に長い200海里の経済水域を使ったらものすごい広い海がありますこれを使って こういう合成ができたら、これはもう日本のものづくりは最強になるんじゃないかと。こんなことをまあ、2050年に夢を見てます。で、あのもうそろそろ時間ですので、最後ですけどもまあ、私たちは地球環境の保全に向けて、まあ、有機合成が専門ですけども、私たちは。大事なあの。我々に役に立つ化学物質を作りますけども、もまあ、環境と調和しなきゃいけないんだということを常に考えてます。 そこで、まあ、この有機合成の進化系が今日お話ししたフロー合成でそれで薬がどんどん作れるんだよと、ここで無駄なゴミを出さない、時間エネルギーを無駄にしない、環境に優しい製造ができるんだということで、私たちの目標は、環境を守り、人類の健康を福祉に貢献するということで、微、まあ、力ではありますけれども、今後も基礎科学から貢献していきたいというふうに思っています。いただきますどううもありがとうございました